宮崎先生は、神谷の出身で、現在は東京工業大学の天気学として、学業と合気道の両立をされている先生です。多く2回目からは、合気道の道場を継続と目標に掲げています。本日は宮崎先生の世界レベルの研究を皆さんしっかりと知ってください。また、早乙女俊人指導員は、現在、千葉大学の大学院教育心理学を専攻し、 アイキドと教育の結びつきを研究している学生です。また、本年3月まで文部科学省の派遣でニューヨークの外部機関の一弟子として1年間修行をしています。